30周年特別企画レジェンドサバ会。このフレームのスリーショットを見たサポーターの皆さんはもうハラハラしかしてないと思いますけどもご紹介しましょう。まずは西澤明則さん、よろしくお願いします。大久保嘉人さん、お願いします。竹本紀之さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、まあ、自己紹介するのもあれなのでちょっと変わった趣向で他己紹介というのをしてもらいたいと思うんですけども、まずは明さんから、はい、シャケさんをこういうやつなんだよっていうのをちょっと軽く紹介してもらいたいと思います。どこまで知っているんですか？もう言える範囲でできるだけよろしくお願いします。そうですね、ないんじゃないですか。まあ、ネルソン、ネルソン吉村のラスト3分最後のネルソンの引っ張ってきた選手、そうですね。そしてそして遅刻してネルソンにコーヒーをよく着てた T シャツ、よく着てたやつ、うん、スーツで行くとこも何も知らんくてそのままジーパンとシャツみたいなの行っちゃった大丈夫この座談会始まったとこやけどハラハラしてるよ。どっさけも。いやいや。竹本さんからじゃあ、はい、吉田さんを紹介してもらいます。吉田さんか。いやけど入団して一緒にこう寮生活を送る中で一緒にこうゲームとかすることあって、うん、それでもう負けたらもう怒り狂ってくるぞ。そういう細かいとこでも勝負師というか負けず嫌いなそういったこう。熱い吉人さん、大久保吉人っていうのをこうずっとこう現役中から見てきたっていうのはあります。ちょっと下りながらちょっと待ってくださいね。まあ、それが紹介しようかな。おー、いいです。なんたらギリ、はい、ギリ言えるか。じゃあ、これギリいけるか。いや、はい、昔よくなんか門限すぎて寮にこいつら帰ってってでその時にまあ、鮭とかをタタタンってこう電信柱のところカカッって駆け上がって確かにビルの窓からこう入ってくるんだけど、褒められたことじゃないけどね。ヨシトは意外といけないの。そう行けなかった、ね、意外といけなくて待ってみたいな、怖い怖いみたいな。ビビる、身体能力高いけどなんかそういうのはね意外と一番なんか野生児っぽい感じのイメージだけど意外といけないんだ。降りるのも怖かったよね、うん、超怖い。でじゃあもうアキさんは、いやもうアキさんはプロになっていいことも悪いことも全て教えてもらいました。まあ、プロになってよかったなって思わせてくれた先輩です。なるほど、はい、今でもヨシトはすごい真面目で、うん、なんか筋トレとかもしっかりやってるイメージがあるし、まあ、シュート練習も常に残ってやってるっていう、そういうとこはすごい真面目、真摯にやってたから。真面目ですとはね。あああれさて、どんなとこそもそも覚えてないで昔とだって急にプレースタイル変わったもんね。確かに昔はもう超ドリブラーですよ。ゴリゴリでしたね、うん、もともとさ、はい、でももう一個前のポジションで、そうですね、はい、サイドハーフとかさ、はい、キレで勝負やったもんね。そうですね、キレで勝ちましたね。うまかった。じゃあお二人最初に見たアキさんどうでした？いやもうめっちゃうまかったですよ。なオーラだった。ああどちらもテレビでしか見たことないからすごいな、うん、っていうのはありましたね。本物や。 でかいし。あそうですね、でかいっていうのはありましたね。怖いし怖いしもう喋りかけられない感じはありました。やっぱいや、さ、飯行くばい。竹本連れてっていいですか？言っとったよ。そこの話を次聞きたいんですけど、二、うん、人は覚えてるかどうかのところから、西澤さんから初めて飲みに誘われた日。最初何やったんですか？いや、俺がなんか吉人を今日飯でも行くとかっていう話をして、竹本連れてっていいですか？あ、そうだ。っていうまだこう。シャケもまだ本当入ってもう間もなくて、そうそうそう、うん、まだ2月、そうっす、だから飲んではいないですよ、うん、覚えてます、覚えてます、もうめっちゃ覚えてます。
こいつ板でウニ食ってた時やな。そうだね。え、どういうこと？なんかその店の大将は、いや、西田さん、今日なんかウニいいの入ってますよとかって言うから、はい、板で出しましょうかとか言ったら、板そのもの。ウニ大好きやから。行くの？お前、それ全部行くみたいな。いや、でも、アキさんからしたら、ね、かわいい、かわいい、怖い。まあ、そうですね。まあ、大体。何使ってるかな。めちゃくちゃ使ってる。じゃあ次のトークは一つだけ選んでもらいたいんですけど、今だから言える範囲のやらかしたこと。30年というものセレッソの歴史の中でね、欠かせないこと。俺1個ありますわ。これは俺もう本当にクリミ高校卒業して初めて寮に入って、初めての練習、次の日を遅刻して、その次の日、スカレちゃん遅刻した。それはマジでやっちゃったと思うんです。あれはでも怖かったですね。2日連続はすごい。藤井社長だったから。あ、藤井社長 ね、めちゃくちゃ怒られました。そっか、はい。シャギさんありますか？やらかしたけど、ああ、それやらかしまくってきたというか、まあけどこれ結構もう言ってるんですけど、遅刻してチームのキャンプに参加できなくて、うん、はい、うん、で高知県の寺田、はい、お寺に行ってた。たまちゃんとな、はい、行ってたわ。たまちゃんとこう修行修行しに行ったことがあるんですよね。写経とかしてた。写経やりました。あと座禅もやりましたし、なかなかそんなにないっすよ、ね、ない、うん、秋さんじゃんちょっとやらかした。僕もでもやっぱ遅刻が一番あれかな、言える範囲で6時間ぐらい遅刻した。終わってんやろ。いやいや、この話めっちゃ好きなんですよ俺。6時間遠征に鹿島のアウェーので向こうに着いて練習するっていう時で、空港に、何時集合って言われて、それ起きた時間がその時間だったあっと思ってチームのマネージャー電話して、あ、遅れた便ですぐ追いかけますって言ったけど、羽田行きしかなくて、その後のいい便が羽田まで行って、羽田からそこからまたタクシーで成田の鹿島のホテルまで、はいはい、集合時間からチームに最終ホテルに着いた時間までので、当時なんか1分1000円かな。ああ、金があったんや。最終的に6時間ぐらい遅れて、はい、30万だか40万だか、なんかそんなこと言われて、のどで、その時添さんかな、はい、添島さんで、俺の独断と偏見で倍やっつって言われて、おお、あれ何十万、100万ぐらいいったかな。じゃあちょっと次は、まあ男西澤亜紀さんから、まあ、いろんなこう名言は出てるわけですけど、二人が鼓舞された男西澤キーワードトーク。いや、俺新潟戦ですかね。あ、BK で決めた2004年のね、うん、お前がちゃん最後ちゃんとお前が決めて断じさせて、うん、鍵行け、うん、最後は最後でね、その PK を外すと、うん、もう J2 だっていう大事なそのプレッシャーある PK、うん、そう、あれ外したらこいつ海外行かねえから。行かせられる、何もしてやろうかな。マジで蹴りたくない。いやでもそれもそれぐらい蹴ってこそじゃないっていうのはね、やっぱね、いやそれがかっこいいっすよね、うん、それで俺覚悟を決めましょう。佐久間さんはけど、まあいろいろこう言ってもらってるんですけど、なんかやっぱこう緊張したりとか、なんかこうまあビビってるかなみたいな感じの時に、死なへんから大丈夫やろみたいな、おーっていうのはだいぶ刺さってました。優勝かかった試合の前とか、うん、その3日ぐらい前から緊張したりさ、その週とか。いや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 、どうせその日になったら緊張するから、今もう全然そんな緊張して普通にリラックスしときゃいいよみたいな、いやせんやん、別に言ってましたね。
当時をこう振り返ってこの3人でこうやって30周年を喋るなんて全く思ってなかったと思うんですけど、どうですか今のこの景色。僕はもうだって光栄ですよ、うん、ずっとこう憧れてた先輩なんで、それをこう、まあ、日本代表とか海外とかでもね、こう経験ある先輩方とこう30周年というのは、うん、ほんまにこうサッカーやっててよかったなって思ってますね。古内さんどうですかこの景色。いや、やっぱもうなんだろう、いつあってもやっぱ昔を思い出しますよね。20代前半の子供がして、もう30周年でこうやって会えるっていうのはもうまた嬉しいですよね。その話ができるっていうのは。吉野さんがその、まあ、引退をするってなった時に、うん、まあ、奥さんからの手紙僕読ませてもらって、はい、そうですね、あの時に僕は初めて逆に知ったんですけど、うん、引退する時はもうセレッソでっていう思いがずっとあったってこと。ありました。それはもう秋さんももちろん知ってて、まあそういう最後は引退そういうつもりだっていうんで、でもまあ、ヨッシュのそういう思いはね、もちろん森島社長に伝わったと思うし、ね、いろんな人がこうサポートしてくれて、そういう形になったし、でそこでまた、こいつもね、もう一回こう頑張って点も取り始め、取れて、うん、これ来年もやんのかな、もう1年ぐらいやるかなと思ったら、やめるばい。急に電話って言った。秋さんね。二人がもう入団した頃から知って、高校生の頃から知ってるわけですよ。まあもちろん。引退の報告をこう受ける時っていうのはどんな気持ちなんですか。いやー、まあね、二人ともそれでもね、やっぱ長くね、あの第一線でプレーしてたんで、まあ寂しいのはありますけど、まあ、お疲れさんっていう思いは、でもまあ鮭はね、まあセレッソ長かったっていうのもあるし。まあ、セレッソで何かやるっていうのは分かってたけど、いや、どうすんのかなと思って、本当に引退したの、そしたらもう芸能人みたいな。アキさん、そんな中でこうどうすか、この3人で今こう喋ってる。いや、なんかね、やっぱこういうところでこの大好きな2人と喋れて光栄ですし、社長はいないのかね、ちょっとね。確かに、そうそう、社長帰ったらいいじゃん、お忙しい感じ。社長ですか。でもこの3人の付き合いはこれからもずっと続いていくんでしょうね。まあ続くでしょうね。じゃあちょっとそんなお三方に次はちょっと森島さんについて一言もらいたい。どうですか、改めてこう共に戦った森島さん、今社長となってセレッソの未来を作っているっていうのはすごない？社長よ、すごいですね。すごいと思います。すごいっすね、うん、いや、すごいっすね。その今までそういう人ってなかなかいなかったと思うので、うん、まあ、セレッソって言ったらこうやっぱ森島さんって言えばみんな分かってるし、その森島さんは社長になるっていう、なんか新しいものを作ったなっていうのはありますね。いや、もちろんすごいっすね。だからまあ、あの現役中、まあ、森島さんの現役中とかやっぱこうプレーで驚かされたというか、まあ、で、まあ、自分自身も引退してもう一回セレッソに入ってプレーヤーじゃなく森島さんを見た時にまたなんかそのすごさっていうのが、あの、まあ、2回驚いたというか、意外と頑固だし、こう一回決めたらもうこれみたいな筋を通すというか、そうですね、頼もしいというか、ついていきたくなる人ですね。では最後になります。セレッソ大阪30周年を迎えまして、今後どんなクラブになっていってほしいかという、やっぱりアジアチャンピオンズリーグ優勝で、そこからクラブワールドカップで、まあ世界一へのこう道があるわけじゃないですか。それがあるっていうことはやっぱそこを目指していきたいなというか、世界一っていうのを目標にこうクラブとしても、成長していきたいなっていうのを、頂きをね、そうですね、はい、
大久保さんどうですか。いやもうなんですかね、こう日本のチームといったらセレッソ大阪ってこう誰もが知ってるようなこうクラブになってほしいなと思うし、セレッソのこうカラーっていうかこう、まあ、まあ昔みたいにね、おさんみたいなのはいないとは思うんですけど、けどでもなんとなくあまり変わってないですね、こう分け合いとして長いファミリー感、ファミリー感がめちゃくちゃ高いというかね、はい、それだけは本当になくさないないでほしいですし、そういうクラブが日本一になって、さっき言ったように世界一になれるようなクラブに今後なっていってほしいなと思いますね。西澤さんいかがでしょう。まあもちろんね、そう優勝とかまあしてくれたらね、それに越したことはないですけど、まあなんかこう大阪市にあって。大阪って言ったらまあセレッソみたいな、まあ阪神タイガースじゃないですけど、うん、もう大阪の市の人はもうみんなセレッソ応援しますよみたいな、なんかそういうのがもっと定着してほしいかなっていうのはあって、みんなに愛されてみんなに応援してもらえるようなクラブになってほしいなっていうのは。じゃあ皆さんこれからもセレッソ大阪、まあもう魂を受け継いで今後輩たちがね熱くプレーしますんで、ぜひ支えていただきながらセレッソ大阪をちょっと盛り上げていくためにも一緒に戦ってもらいたいと思います。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。選手、サポーター、パートナーが作り上げてきたセレッソ大阪の30年。これからも大阪のために、そして世界一のクラブを目指して。